天間基地の移設問題で鳩山総理大臣は政府の対処方針への署名を拒否した社民党党首の福島消費者担当大臣を罷免しました。政府は午後6時過ぎから与党3党首らによる基本政策閣僚委員会で普天間基地の移設をめぐる日米の合意を受けて政府の対処方針について協議しました。福島大臣は野党時代に辺野古にはしないと合意してきたではないか、今回の日米合意が辺野古から飛び立って辺野古に戻ってきたのは理解できないと述べ、閣議決定に反対する考えを示しました。鳩山総理大臣は内閣として重要な案件だ、福島大臣の理解を得たいとしましたが、折り合わず最終的に福島氏の罷免を決めました。沖縄の人たちにこれ以上の負担を押し付けることに加担するわけにはいきません。私は言葉に責任を持つ政治をやっていきたいと思います。だからその言葉に従ってサインをしませんでした。政府は先ほど臨時の閣議で普天間移設問題への政府の対処方針を決めました。